こんにちは、machidori channel です。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県川口市、川口駅の西口の方に来てます。ではね、川口駅周辺を歩いてみたいと思います。今日はですね、2022年の、11月23日水曜日、祝日ですね、勤労感謝日です。ではね、ちょっとね、まだパラパラ雨が降ってて、あんまりいい天気ではないんですけども、歩いていきたいと思います。時間はですね、これちょっと見てもらったら分かるように、4時15分ですね。ではね、歩いていきたいと思います。リトルマーメイドがあったり、スリーコインズがあったり、スシロー郷である持ち帰りのスシローのお店ですね。あったり、これが改札です。東口はこんな感じですね。で、雨が降っているのでちょっと傘をさして、そごうがあって、あと川口キャスティング、そしてコモディ、飯田、結構いろんな商業施設があるんですね。まずはちょっとこっち行ってみましょうか。左手にベックスカフェがあって、ここが東西渡れる道になってるんですね。そしてこれはパチンコ屋、なんかでも商業ビルみたいで、キャンドゥとかサカゼンとか、あとなんか居酒屋が入ってたりとかします。そしてこれ正面がそごうですけど、これはもう閉鎖されたんですかね。でこちら側がちょっと商店街っぽくなってるんでしょうか。あとこの正面にライオンが、めっちゃでかいライオンがいるんですけど、あとあれは何て読むんでしょう、クポロ、川口駅前保育園メディアセブン、中央図書館、行政センターとかそういうのがあります。そごうが閉店してるのが、でもマクドナルドとかはまだテナントとして入ってるんですね。これが駅ですね。で、駅の向こう側はね、マンションが結構何棟も建ってたりとかして、で、こっちもね、タワマンとかあったり、
あの駅前の商業施設で特にあの行政が関係するのか読みにくい名前をつけてやるのをやめてほしいんですけども、ここに3階、今ここ3階なんでしょうかね、銀座ライオンとかマクドナルドとかエイブルとかあと美容室とかね、あと2階のシャブヨとかあとパンダ物産パチンコとかね、まあ空いてるお店もある感じですね。駅前再開発ビル、そしてこっちにもマンションがあったりして、日は輝くパチンコ屋とかですね。あとはこの浮世を左に行ってみましょうか。この多分ペリストリアンデッキって言うんだと思うんですけど、このデッキがねなかなかあのよくできてて、ほぼ降りずにですね商業施設を歩いていけるという感じですね。焼肉ライフがあったりバーガーキングがあったり、いきなりステーキ、キュポラ、あ、読めました、キュポラ。本当にこうもっと読みやすい名前をつけてほしいんですけど、この1階には丸やつが入ってて、午後1、深夜1時まで営業するんですね。ほぼほぼこうこのデッキを歩くと必要なところには行けそうな感じがするんですけど、駅を出てこっち側は特にお店がたくさんあるとかそういう感じではなくて、マンションとかね住宅が多いんですかね。じゃあこっちを進んでいきましょうか。駅に近い方を進んでいって、
左手が丸いやつですね。ほら広場。町があり、唐吉があり、松の屋、吉野屋、一通り揃ってる感じですね。で、ここはつけ麺屋さんがあって、あと必要なお店が大体揃ってる感じですね、駅の周りに。そしてこのデッキの下にいると濡れずに済むっていうのもあって、すごく昼から飲める焼き鳥屋さん、焼き鳥日高屋系列ですかね。この隣が日高屋で、ここは銀蔵、寿司屋銀蔵。埼玉結構寿司屋銀蔵が多い気がするんですけど、埼玉だけじゃないんでしょうかね。そしてこれが川口駅、京浜東北線、京浜東北線だけですかね。ちょっとね、調べてないんで分からなかったんですけど、今ちょうどあれはどこ行きですかね。これがホームになります。今日は防水の上着で来たんですけど、防水の靴はいいかと思って、防水の靴を履いてこなかったら、ちょっと見事に濡れてしまいましたね。いや、やっぱ油断するとダメですよね。ここはつけ麺屋さん、つまるん
このね信号を右に曲がって こちら駅ですね。どこかでこうまたさらに右に曲がって駅の方に、ね、戻っていこうと思うんですけど、どの道がいいのかが、大きな病室ですね。もうこの辺はなんかマンションが多いですね。でここはうなぎ屋さん、うなぎ屋さんですかね。でもよそ見をすると水たまりにはまるっていう、これは何でしょう、カフェですかね。ではこの道からね、駅の方に戻っていきたいと思います。この辺も商店街なんでしょうかね。ベローチがあったり、あとはなんか焼き鳥屋さんがあったりとか、戻っていった方がいいんですかね。この辺もなんかちょっと行ってみましょうか。路地になってるんですね、この辺も。止まりじゃないですね。止まりじゃないですね。あ、こういう感じになってるんですね。で、この正面には花まさと上にサイデリア、こちら靴流通センター、街中にある靴流通センター初めて見た気がするんですけど、そしてこれがあの再開発ビルの1階2階にあるシャブ屋ですね。
応カラオケ館があったり、寿司ローがあったり、あと牛しげ、牛しげ、焼肉屋さんですね。通り抜けできないですけど、なんか向こうのにガールズバーとかが見えたりしてますね。これが駅前の駅正面の通りですかね。そういうのがあってね。こんな感じで。ここは信号がないので、頑張って渡る感じですね。この辺もなんかお店があるんですね。さっき歩いてきたとこはこういう感じです。でね、雨が降るとね、道路のこう濡れた道路の反射するのがすごい綺麗なんですけど、今ね駅の方に戻ってきましたので、ちょっとね駅の方に近づいていって撮影を終えたいと思います。ちょっとね、公園の方に行って撮影を終えましょうかね。こういい感じの場所、この辺がなんか雰囲気あっていいでしょうかね。はい、ではね、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、高評価、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。
ではありがとうございました。